連日のように中国や韓国の反日報道ばかりを目にしていると日本があたかも世界の嫌われ者国家かのように思ってしまう。だがそれは違う。親日国はモンゴル、台湾、トルコ、バングラデシュなど多々挙げられるがヨーロッパでも日本は感謝されている。例えば北欧のフィンランド。 日本が戦ってくれて感謝していますの著者で軍事ジャーナリストの井上和彦氏がこう指摘する実は日露戦争においてロシアが共通の敵だった関係で日本がフィンランドに武器を提供していたんですスオメンリンナ島にある軍事博物館には日本が使っていた大砲が置かれていてこの大砲が 氷の上を渡ってくるロシア兵を撃退したとか博物館に並ぶ小銃の中には日本の38式歩兵銃もある日本のおかげで今の我々の国があるという彼らの思いはアジア諸国と同じですこの博物館にはフィンランドの英雄マンネルハイム将軍が明治天皇から授かった特大の勲章も展示されている フィンランド同様、ロシア帝国やソ連の支配を受けてきたポーランドにも、日露戦争でロシアをやっつけてくれた日本に対する敬意と感謝が根強い。第二次大戦で日本の敵国だったイギリスも、また親日的だ。皇室と英王室とのつながりも強く、長く日英同盟で友好関係にあったこともあって、日本に、 強いいシシンパシーを感じている日本海海戦でロシアと戦った戦艦ミカサを建造したのはイギリスのバーローという港でそこには今も共にロシアを破った記念としてミカサストリートという通りがあります最近ではまた日英同盟を結んではどうかという声まで上がっているほどです井上氏理由は様々だが 世界中のの多くの国々が、日本大好き、日本よありがとうと言ってくれているこうしたメッセージは我々日本人に対する期待の表れと言えるその言葉に甘えることなく自らを律し堂々と期待に応える生き方を見せようではないか